こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は DNS ポリシーのファイルアナリシスと呼ばれる機能を紹介します。ファイルアナリシスは前回紹介しましたインテリジェントプロキシで使用する機能になります。ファイルアナリシスが 有効な場合、Intelligent Proxy において、HTTP、HTTPS の通信の中でやり取りされているファイルの中身を検査し、危険なファイルをブロック可能です。では、実機を用いて DNS ポリシーのファイルアナリシスの動作を確認します。 まずは、アイデンティティに組織のグローバル IP アドレスを指定したルールを用意します。そして、インテリジェントプロキシと SSL ディクリプションを有効にします。現在、ファイルアナリシスは無効です。シスコはファイルアナリシスの 動作テスト用の URL を提供していますので端末から動作テスト用の URL にアクセスすると a c カ r ファイルのダウンロードに成功していることが確認できますアクティビティサーチでも a c カ r ファイルのダウンロードが許可されていることが確認できます 次に DNS ポリシーのルールでファイルアナリシスを有効にします。端末から動作テスト用の URL にアクセスすると a c カ r ファイルのダウンロードに失敗していることが確認できます。アクティビティサーチでも エイカーファイルのダウンロードがブロックされていることが確認できます。最後、まとめになります。DNS ポリシーのファイルアナリシスを使用することで、インテリジェントプロキシーにおいて、HTTP、HTTPS の通信の中でやり取りされている ファイルを検査し、危険なファイルをブロック可能です。次回も DNS ポリシーの機能を解説しますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。